皆さんこんにちは、ジーナです。今日はですね、ちょっと思考を変えまして、いつもは新商品の紹介とか、あとで話題になってる商品を買ってきてみて、実際に使ってみてどうか感想とか、そういうスタイルでやってることが多いですけど、今日は逆に私が好きでもう普段ヘビロテしてる商品をですね、紹介してみたいと思います。まあ、ちょっと今後これね、シリーズ化していきたいなと思っていて、まずは今日はセブンイレブンからいきます。ついつい毎回こればっかり買っちゃうんだっていうものをですね、ちょっと紹介していきたいと思います。はい、ではですね、まずこれからいきましょう。おにぎり、セブンイレブンでおにぎりを買うならこれです。このもち麦もっちりシリーズですね。もうね、大好きで、これね、下手すると毎日食べてるかな。毎日まではさすがにいかないけど、3日に2回ぐらいは食べてますね。で、いろんな種類出てるし、最近種類も増えたんだけど、なぜか行き着くのはね、この2種類なんですよ。基本はね、この焼肉ビビンバ、これ最近出たやつですけど、これね、美味しい。で、焼肉ビビンバに焼けてくると、梅昆布って感じですね。ね、こんな感じで、もう封開けただけで ね、ビビンバの香りが香ってくるんですけど、でこのもち麦がね、プチプチしてるのがいいですよね。いろんな具も入ってます。ほら、この、ね、ピリ辛の味付けがね、美味しいです。これ昨日も食べたんですけど、で食べていくと中からほらお肉が出てくるんですよね。この甘辛い味付けの、私おにぎりは基本的にね、前にも話したんですけど、海苔が巻かれてるタイプが好きなんですよ。特にセブンイレブンの海苔おにぎりって海苔はパリッパリですごい美味しいんだけど、それを差し置いてもね、これ買っちゃうの。これ好きですね。はい、お次はですね、麺類いきましょうか。最近のヘビロテアイテム、これですね。ゆず塩ドレッシングのこんにゃく麺サラダ。こんにゃく麺なんですよ。こんにゃく麺だからすごく、ヘルシーというか、炭水化物糖質は低めですね。糖質なんか 8.3g だし、まあ、カロリーも低い、114kcal。 はい、中はこんな感じで、こんにゃく麺にお野菜、あと卵、あと、蒸し鶏が乗っかっていて、でここがドレッシングですね。お野菜もね、いろいろ入ってるし、ここもやしも入ってて、結構ねボリューミーなんですよ、意外に。柚子の香りがね、さっぱり。まあ夏はこういうね、冷たい麺いいですよね。ほんとね、結構食べてますね。1週間に 1,2 回ぐらいは食べてます。タンパク質も適度に取れるし、おすすめです。あとね、これもちょっと似たような感じなんですよ、サラダ。今のこんにゃく麺の入ったサラダでしたけど、普通に野菜が食べたいんだっていう時はね、これですね。タンパク質が取れるシリーズ、タンパク質が取れる鶏胸肉のサラダ。これなんとですね、タンパク質が 22.8g も取れちゃうんですよ。中身はこれ、ゆで卵が丸々1個ですね。あと蒸し鶏、そしてブロッコリー、あと下にこれお野菜、これ玉ねぎドレッシングですね。私はね、こんなには使わないんですけど、これをね、私は半分ぐらいドレッシングはかけます。ほらほら、玉ねぎがね、結構もうこういう塊にいってて結構美味しいんですよ。タンパク質 22.8g ってなかなかね、普段の食事では結構取れないことが多いので、こういうサラダでね、美味しく取れるのいいですよね。玉ねぎドレッシングがね、美味しい。タンパク質はね、筋肉つけたい人も痩せたい人も絶対切らしちゃいけない栄養素ですから、こういうので手軽に補給できるといいですね。最近サラダはね、これしか買ってないし、美味しいし。じゃあ次、お弁当。
お弁当を今日買いに行こうって行くじゃないですか。でね、結構迷うの、毎回。これにしようかな、あれにしようかな、思うんだけど、最後に行き着くのはね、昔からこれ。これこれ。ネギ豚カルビ弁当ですね。はい、こんな感じ。これ、麦飯が下にあって、麦飯の上にこれ、お肉があります。これは、今、レモン塩だれが使用されてますけど、それちょっと、まあ、季節によってね、その辺の、いろいろコンセプトは変わってますけど、一貫してこのシリーズ好きですね。うん。麦飯がいい。これ、ちなみにファミリーマートにも似たような商品あります。ファミリーマートの方はね、もうちょっとサイズは小さくて、お肉がね、3分の2ぐらいだけ乗っかっていて、残りにね、ナムルみたいなお野菜と、あとね、たくあんが乗っかっています。ファミマもね、やっぱりね、同じようにこれ選んじゃう。これが大好きです。やっぱ美味しい。個人的ロングセラーアイテムです。まあ、豚カルビはね、もう食事調整してる時には食べられないんですが、まあ、そういう時はお肉はやっぱりサラダチキンが重宝するわけですけど、セブンイレブンでね、サラダチキン買う時は、もうね、8割方これです。サラダチキンバーのタイプですね。これ3種類。これ3種類、プレーンとバジルとこれがあるんだけど、私もね、これしか買わないの。スモークペッパー、なぜかというと、なんかね、粗挽きウインナーっぽいから好きなの。見た目も味もこればっか買ってますね。私ね、これこのタイプ嫌い、前も言ったけど、このタイプ嫌いなんですよ。失敗しちゃうの、ブーってなって、ブーッとか出ちゃったりするから、切るタイプの方がいいです。ほらほら、粗挽きウインナーっぽくない、これ。ほら、うん、脂質 1g で粗挽きウインナー風味を楽しめるサラダチキン、私のヘビロテですね。はい、じゃあそろそろ甘いものいきましょうか。もうね、これ本当にこれこれ、このシリーズ、とろーりチョコのさっくりタルト、ちょっとこれ、ちょっと形失敗作かな。なんかちょっと変じゃないこれ。うん。中にね、とろーんとしたね、クリームチョコが入ってるのがね、すごい濃厚で美味しいの。何回食べても美味しい。あんなにスイーツ普段紹介してんのにね、ずっと買い続けてんのはね、もうダントツこれですね。うん、もうほんと美味しい。チョコで幸せになれるタイプの人にはね、これ絶対食べてほしいですね。はい、じゃあね、最後アイスいきましょう。セブンです。アイス買おうと思った時にね、やっぱりね、お弁当と同じように迷うんだけど、迷って迷って結局手に取るのがね、これなんですよ。まあ、言わずと知れたヒット商品ですが、金のワッフルコーンですね。これね、何が好きかってね、コーンが好きなの。そのコーンとこのバニラアイスの組み合わせとなると、私の中ではこれがね、ナンバーワン。うん、早くコーンに行きたいからね、慌てて食べちゃう。きたきた、コーン。このなんかね、サクッと加減も好きだし、なんかね、風味も好きなの。このバニラとこのコーンの組み合わせが好き。まあ、今更こんなロングセラーに何を言うって感じだけど、まあ、純粋にヘビロテです。まだハマってない方はぜひ、絶対ハマるから。はい、いかがだったでしょうか。というわけで、今日はセブンイレブンで私が普段
買っているヘビロテアイテムを紹介しました。またこれちょっとね、季節が変わるとまた内容も変わってるかもしれないので、まあ今回のは2020年夏バージョンということで、また次秋とか冬あたりにですね、傾向が変わってきましたらまたお伝えしたいなと思います。はい、では本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしています。ジーナでした。